代を稼ぐためにツルハシを踏むただの鉱山労働者だよ。ベイテルドに仕事中に酒飲んでると思われたら、だったらどうだってんだ。まあ酒入れた方がね、仕事がうまくいくって人もおろ。蜂蜜じゃねえか。蜂蜜酒あるぜ。そうだな。それでかよ。ご両親はあんたを誇りに思うだろう。こんなに立派なんだから。なんかよ、話せてよかったよ。よし、首長のとこ、ここか。弊社、ここだな。でっかい家、ホワイトホール。俺はスカルドの私兵でドーンスターで衛兵長をやってる。そうかい。お前は見かけほどバカじゃないな。あなたの人々を助けてきた。では市長の権限を持ってペイルの従事に任命する。おめでとう。ありがとう。君には私兵と役職を示す記章として、私の武器庫からこの武器を与えよう。また衛兵にはあなたの新たな肩書きを通知しよう。もう大衆の一人と考えてほしくはないからな。はいはい。ペイルの刀剣ゲットだぜ。シアポイントにいたドラゴンは死んだ。賞金を受け取りに来た。見事だ。ずいぶん役立ってくれたな。ほら報酬だ。まあこの辺読んだけどね、ドラゴンの攻撃に備えているのか。ドラゴンの攻撃が続いているのは、タロスが我らの裏切りをお怒りになっているからに違いない。スカイリムから帝国を駆逐すれば、ドラゴンは消え失せる。必ずな。重要なこと以外で私の邪魔をするな。はいはい。スカルドは帝国への憎しみを隠そうとしない。マーラのアミレット、結婚してないなんて驚きだな。ああ、この人は重視か。ということは長老スカルドの単なる召使いさ。時間を割いてもらうほどの価値もないよ。ないか。ドーンスターの人々に魔法の力を貸すために来ました。ここで静かに暮らしたかったのですが、戦争はどうしても私に追いすがってくるのですね。土地を変えるのかな。対戦中、帝国軍の魔闘士として戦いました。もう戻るつもりはありません。わからん。モンスターの日常に戻りましょう。また今度にしようかな。まあ今家いっぱいあるからね、別になくてもいいやっていう感じです。WindowStat 手がね、とにかく今、ちょっと手を入れたいんで、手を加えたいんで。さてと、シャーリー・ドールの本。で、オルサスに報告する。とりあえずこの報告終わったら出ますか。お、サングインのバラだよ。久しぶりに見た。よいしょ。いけない。無理だった。上がりたい。起き上がれた。アデライサ、すまない。謝ってもダメよ、オルサス。大金がかかっているし、泣いても取り戻せないわ。現在、最高の男をその仕事に当たらせている。すぐに戻ってくるはずだ。彼に違いないわ。ついにあの問題を片付けてくれる人がこの界隈に現れたってわけね。兵士が足りないから一緒に来て、質問はなしよ。なんでだよ。他に言いたいことは？質問させろ。彼らのリーダーはハルディンという魔闘士だ。ハルディン？名前は知ってたけど、まさか海賊の仲間になるとはね。知ってんのか？思ったより危険かもしれないわ。船に乗ってちょうだい。途中で襲撃の計画を練りましょう。ジャフェット・フォーリーに向けて出発する。悪事をするのよ。何が？帝国兵か。待ってるわ。海賊についてもっと情報が分かったら知らせてくれ。ハルディについて知っていることは？海賊のそばには大勢の魔闘士が控えているものと思ってたんだ。結局のところ一人だけだったが、それがハルディンさ。以来、そいつについていろいろ調べてきた。一番危険な類の男だ。すぐにカッとなるが、復讐するときは粘り強い。それに、恐ろしい破壊魔法を巧みに操れるんだ。魔闘士言ってるね。最大級の幸運を祈ってるよ。また今度。よし。どこ行った？いなくなったじゃないか。あ、船に乗れって言ってたね。そうか、船に乗って海賊退治しに行くのか。面白そうよね。よし。あんた。ジャフェット・フォリーに同行するんだな。準備はできたか？できたよ。行こう。全員乗れ。アデライサと話す。待ってるよ。気持ち悪いな。何か用？何か考えは。さて着いたわ。多分ね。ジャフェット・ホリーに着いたのか。どうかしら。雲行きが怪しくなってきたわね。ハルディンは魔法で隠れ家を目立たなくすることで知られてるわ。あいつを何とかすれば島を襲撃できるようになる。それはこっちの仕事か。あなたの有能さは証明済みだわ。能なしどもはハルディンを恐れるあまり霧が晴れるまで前に進まないのよ。仲間のためにもう一度役目を果たしてくれるのならこの問題は解決するの。ハルディンを倒したらあとは任せて。へいへい、じゃあやりましょうか。鍵が必要です。何か用か。どこですか。あれか、そうか。OK。あれそうだよな。お、なんかあるぞ。会食堂へ。洞穴だ、洞穴。ここで合ってるみたい。カニか。オッケーオッケー。ここのカニは弱いな。片手をの愛か。います。カニがいます。お、なんか強そう。かすり。もういいだろう。オッケー。まあ手前にはまだいないってことか。この奥ら辺にいると。回復薬、宝箱、そして鮭。ジェフェットフォーリータワー。おお、下から入っていくのか。誰もいない。嫌な予感がする。自分の暇をか。めっちゃ来たわ。大した腕じゃないな。いや。多くの矢。広い部屋に出た。いや、なんもねえな。空っぽだし。こう誰かいるか。この中はどうだ。オッケー。今の誰かいるの？大丈夫かな。よし行こういやー強かった。以上。あ、ほぼエリクが一掃してる。ん？関係ないか。ここはあれか、ただの櫓として機能してるだけか。物見櫓として。なんかいたよな。まあ見つかってないなら無視するか。いや、大丈夫っぽい。無視しよう。では戻ります。ここどうなってるのでも。OK、行こう。反対だ。絶対にただじゃおかない。余裕で見つかるな死んでしまえ。おっこのまま下行っても多分出てくる。いるやん。よし、ちょっと久しぶりに薬。治癒の薬、こっちか、違うな。お金がいっぱいだ。言うても小銭だけどね。逆か。肉。このどうか。なんだこれ。ブライハート。疲労の毒。毒飲んどんのかい。あら、逆か。雲か。でもいるってわけじゃないな。エルフの剣、ジャフェットの日記。なんか面白そう。ドーンスターを出発する際、期待していたよりも小さな隊が合流した。どうやら地元の人の話では、そこにいる魂と悪天候のために住む場所としては全く通さないらしい。そんなことは構わない。要塞の建築には時間がかかるかもしれないが、あ、ここ要塞、この人たち建ててんのか。少数ながらも忠誠心のある者たちのためにもっとスペースが必要だ。多くの男と女は見捨て、彼らを本土にいる家族のもとへと返さなければならないということがあり、最初の冬は厳しかった。集団の間引き、不誠実さ、弱さ、目的を貫く勇気のないものを排除させてくれ。あ、それはわかる。中途半端なやつはいらないんだよ。この場所に住む幽霊の物語はただの物語だ。それらは日の明かりの中にちらついた。自分たちの鍵を見捨て、泣き、わめく子供のような者たちを追い払う。私と側近たちはここに残る。油断をすることなく。さらに仲間のニーズを増やすことにそれほど必要性を感じていない。どうやらこの寒さと風は私の同胞だと思い込んでいる奴らにも追い払ったようだ。彼らの、怠惰さは、必要ない。ジャフェットの、要塞をただ、観察している者を恐怖で震え上がらせ、呪われた島を制圧した偉大な男が誰であるかを知るがいい。自分のこと言ってんだな。今度はかなり信用していた仲介者たちでさえも定期的に行っていた要塞への食料や物資の配達をやめてしまった。これからは自給自足しなければならず、父がやっていたように土地を耕さねばならない。岩は固く、穀物が成長しない。しかし私は自分の最高傑作を諦めたりはしない。全てが私の素晴らしい居住区の歌を歌うように、この嵐を乗り切り、幽霊をかわし、風に噛みついていく。幽霊の物語は事実を含んでいるかもしれないと思い始めている。あるいは単に腹が鳴っているだけだ。空腹と戦ってるわけか。大変だな、この人も。幽霊が私に話しかけてくる。この氷の苔を食べるほど彼らの声がはっきりと聞こえるようになる。彼らは私にここに来たのは間違いだったと言っている。さぞ私がそのことを知らされなかったように。ああ、神々を助けてくれ。まあ、後悔はしてんのか。面白いやつだな。ジャフェットと。ミイラ化してるね。